どうも、ビーズのトークジムにようこそ。ビーズ専門解説のあつしです。今日は最後までご視聴よろしくお願いいたします。まあ5月もね、そろそろ中旬に差し掛かってきましたけれども、どうですか皆さん、ゴールデンウィークは楽しんでいただけましたか？僕もですね、ゴールデンウィークはですね、特にどこに出かけるわけでもなく、家と家の近所でゆっくりしてたぐらいです。なんかゴールデンウィークにどこかに旅行に行くという元気がもう最近ないですね。まあそんな中ね、こうゴールデンウィーク明けの仕事がしんどいという方も非常に多かったんじゃないでしょうか。しんどいのは最初の1週間だけで、まあすぐ慣れるとは思いますけどね。今日のトークテーマはですね、これをやろうかなと思います。20年前のビーズファンに言っても信じてもらえないようなことベスト5。皆さんビーズファン歴ってどれぐらい長いんでしょうかね。僕はもう1995年ぐらいからずっとビーズファンをやってるんですけども、中にはね、まあ、最近になったって方もいらっしゃるし、僕より前にねファンになった方も非常に多いんじゃないかなと思うんですが、まあ僕ぐらいの多分ね、もうそのファン歴は29年目ぐらいなんですけど、コロナ禍というものがあって、まあ、ビーズもこういうことをやるようになったかみたいなものが結構ねあるんじゃないかなと思うんですよね。過去のね、思い出なんかも語りながらですね、ちょっと今日はやっていきたいなと思います。今から僕が言う以外にも、たくさん昔のビーズからしたら考えられないようなことがね、結構あるかなと思うんでですね、ぜひその辺もコメントでいただけたらと思います。それじゃあ行ってみましょう。第5位、5エラーズ開催2020年。まあ2020年はですね、まあいわゆるコロナ元年って言われてる年に なると思うんですが、いわゆるその有観客でライブができない、まあなった時ですよね。で、この時ってもうテレビで毎日ね、今日は感染者が何人出ましたみたいなニュースがね、もう毎日中に流れてて、皆さんもちょっとうんざりしだした頃じゃないかなと思うんですが、ビーズもですね、当然その影響がありまして、まあもともと、ゼップ羽田っていうところで、レジデンシー公演みたいなものをね、考えてたらしいんですが、その有観客ができなくなったっていうことで、この5エラーズってものが逆にできたという、まあ、いわゆる無観客配信ライブですね。要はその88年から2020年までの、時代を5つに分けて、で、その時代の曲だけでセットリストを組んで、要は5回ライブをやるという、ちょっと今思ったら異質なライブなんですけども、これをね、まあ2020年に開催したというところで、まあ、非常にね、僕もこれが発表あった時すごくね、びっくりしたのを覚えてます。その今までビーズのライブといえば、アルバムのツアーかプレジャーツアーしかやらないっていうイメージがあったんでですね。で、こういう風に、その各時代にピックアップして、曲を抜粋してやるっていうのはね、なんかね、信じられないなっていう気がします。で、多分20年前の自分に言ってもね、多分信じてくれないと思うんですよね。この5エラーズで結構久しぶりに演奏された曲も非常に多かったですよね。どうしても君を失いたくないとか、星降る夜に騒ごうとか、あとフィーバーなんかもやってましたよね。あ、そうだ、あと儲かりまっかなんかもね、やってたりとかね、結構そのマニアックな曲もやりつつ、子さんのファンも新規のファンの方も楽しめるような内容になっていたんじゃないかなと思います。で、できれば次は配信ではなくて、やっぱり有観客でこういうイベントやってくれたら嬉しいなと思います。というわけで第4位、ライブフレンズ開催2021年。その前にフレンズ3が発表された方がびっくりしましたよね。だって96年のフレンズ2から約25年ぐらい間が空いたんじゃないのかな。だから逆に言えばその25年間フレンズシリーズを封印してたっていうのもちょっとあれでしたけど、ほぼフレンズの曲だけで、構成されたライブをやるっていうのはね、ビーズファンの方からしたらかなり異質なライブだったんじゃないでしょうか。ビーズのね、ライブといえばやっぱりライブって感じがするじゃないですか。けどこのライブフレンズに至ってはライブというよりかはコンサートっていう感じが強かったですね。だからまあね、普通ビーズのライブって激しくて、で、松本さんと稲葉さんってもう左右動き回ったりしてね、激しめのライブのものが多いんですが、このライブフレンズに至ってはもう稲葉さんも松本さんもほぼ立ち位置が変わらないっていうね、そんなライブだったんですが、2日間の2公演しかなかったっていうのはね、本当にある意味もったいないなっていう感覚がするものでもありましたよね。できればこれはいつかツアーを組んでやってほしいなっていうふうに思います。ちなみに皆さんフレンズシリーズの中でどの曲が好きですかって聞いたら、多分ほとんどの人がいつかのメリークリスマスって言うと思うんですが、僕はですね、もうフレンズシリーズの中だったら一番好きなのは多分ベイビームーンかな。ツヤっぽいね、雰囲気の曲がたまらなく僕は好きなんでですね。まあベイビームーンも多分ああいうライブじゃないとなかなか演奏する機会がないと思うんでですね、いつか生で聴いてみたいなと思います。というわけで第3位、プレジャー93-97ライブビューイング開催。
まあ、これは去年ですね、2023年ですね、まあ、まずはその93年に投げサインというところで開催された、プレジャー93ジャップザリッパーというね、2日間だけのコンサートがあったんですけども、当時のテープの尺の問題なのか、その全部入ってないんですよね、全曲収録されてないっていうね、そんなライブ映像だったんですが、それがねこの時のライブビューイングで初めてフルで公開されるっていう感じになりましたね。もう勢い荒れ余ってるビーズっていうところと、ファンの方からも要望があっても全然ビクとも出さなかった、プレジャー97ファイヤーボールツアーのね東京ドームの映像が、フルで公開されるっていうね。で僕もあの97年のライブってこれはまあ高校1年生から2年生にかけての春だったんですけども、僕もあの当時福岡ドームに行ってすごく楽しかったのを覚えてて、待てども待てどもライブ映像が出なくてですね、で結局去年に至るまで、ほぼ映像として出ることもなく至ってたんですが、その97年のライブウィングもちろん行きましたけども、まあやっぱすごかったですね。この当時のビーズはとにかくギラついてましたね。だからその93年のビーズは勢いがあって、97年のビーズは油が乗ってきてギラつき出した時のビーズですね。まあ、とにかくこう93も97も異常にかっこよかったっていう、そんな感じですね。まあ、できればね95年バズツアーのフルの映像も見たいなっていうふうに思いますこれもフルで映像化されてないんですよね、いつか見れることを願っております。はい、というわけで第2位、君の中で踊りたい2023っていうか、この君の中で踊りたいが発売されてから34年後のですね2023年にまさかリメイクされるなんて誰も思わないですよね。でアレンジもだいぶ変わって、原曲特にイントロの部分はね原曲とだいぶかけ離れてしまったんですが、皆さんどちらが好きですか？僕ね、けど正直言うと、もちろん2023年バージョンもかっこよくていいなと思うんだけど、シングルバージョンですか？だからオリジナルの、イントロですよね。あれがやっぱないと、こう、しっくり来ないところもちょっとありますね。まあもちろんそのサビ頭で始まるのもかっこいいなと思うんですけども、イントロの、テテレテテテテレテテレテテレテテテテテテテっていうね、独特のこう機械音といいますか、シンセサイザーの音がね妙に心地いいというか、そのもし次ライブで演奏する機会があるんであればですね、シングルバージョンでやってほしいなってちょっと思ったりもしてます。はいはい、というわけで第1位、ユナイト開催2021年。今までビーズのライブといえば基本ビーズしか出ないっていうイメージが強かったんですけども、まさかねミスターチルドレンとグレイで、いわゆるそのコラボライブをするっていうのはね、本当にもう20年前の自分にとも絶対信じてもらえないだろうなっていうところと、まあ、90年後半ぐらいからちょいちょい言われてたんですけども、ビーズとミスチル不仲説みたいなのもちょっとね風説的にあったんですよ。トンネルとダウンタウン的なねこうイメージがちょっとあって、多分本人たちは何一つ仲悪くなかったんだろうけど、なんかこう一緒に絡ましちゃいけないみたいなね、そんな空気がなんか我々ファンにもちょっとこうあったというか、昔ですね非公式のビーズファンサイトみたいなものがあって、そこの掲示板なんかにねよくミスチルファンとビーズファンで喧嘩するみたいなね、そんな書き込みがあったりだとか、当時の2チャンネルか2チャンネルでもこうミスチル派とビーズ派で喧嘩しちゃうみたいなね、そんな風潮があったりしたんですが、そんな、ミスターチルドレンとコラボライブをやったっていうのは多分20年前の自分もしくはビーズファンの方に言っても全然信じてもらえない可能性が高いと思うんですよね。でそのまあユナイトが開催される前にこう稲葉さんと桜井さんの対談とかもね、あったりしたのも、あれもすごく意外性が強かったですね。ユナイト02をやるんだったら次はこう女性アーティストとかともちょっとやってほしいなと思ったりします。例えば宇多田ヒカルさんとかアドさんとかねとか、まあいろんなね、アーティストさんいらっしゃるかなと思うんですが、様々なね、アーティストさんでコラボしてもらって、このビーズのファン層みたいなものも広がればいいなと思っております。はい、でざっとベスト5で出しましたがどうですか皆さんまあこれ以外にもたくさんあると思うんですが、まああえてここで言わなかったんですけど、やっぱりね、20年前の自分に言って信じてもらえそうでもあるし、信じてもらえなさそうなことでもあるんですが、それはやっぱり、今でもその20年前と変わらない規模で、ライブをやってくれてリリースもしてるっていうね、それが何よりもやっぱり一番だなっていうのは本当に思ってます。まあ今年はねこうまだ表立ったビーズの活動っていうのは特にないんですけども、まあ、きっと来年あたりはまたライブジムで全国回ってくれるんじゃないかななんて思ってます。まあ、というわけで、今日はねこんなトークテーマでやったんですが、皆さんもですねぜひコメント欄で、これ以外のことは書いていただいたらと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。